織田家と浅井家の婚儀が間近に迫る中、輿入れを控えるお市は深く思い悩んでいた。自らには奥方としての器量が足りていないのでは。不安に押しつぶされそうになり、お市は美月に相談する。話を聞いた美月は何かひらめいた様子で飛び出すと、濃姫と瀬名を連れてお市の元へ戻ってきたのだった。お市嫁入り大騒動。聞かせて美月、私と瀬名さんに一体何の用なの？ふっふっふ、用というのは他でもねえ、お市さんの修行に付き合ってほしいんだ。お市さんの修行？ちょっとどういうこと？あのね、知っての通り私は近江の浅井長政様に嫁ぐことになったんだけど、今になってふと気づいたんだ。私奥方として必要な素養が身についてないって。それで当主の妻である私たちに一人前の奥方になるための術を教えてほしいと、そういうことかしら。さすが機長さん、話が早くて助かるよ。頼む、二人に負担はかけないからさ。どうかお願いします。私胸を張ってこの尾張を旅立ちたいんだ。いいわよ、お市さんの心意気私は買うわ。濃姫様はどうされますか？妹のためだもの、私も手を貸すわ。力になれると良いのだけれど。思いを胸に、いざ。軽くひねってあげるわ。なれるよ、頑張らないと。手助けよろしくね、みつき。任せてくれ、おいちさん。それじゃ、何からするかな。よし、まずは掃除だ。あそこの兵を片付けて、掃除の腕を磨こうぜ。機長さん、瀬名さん、協力よろしくな。お市さんも三月も気合入りまくりね。もう可愛いんだから。するさん、お願い、甘く見ないで。叶う相手ではなかったか。二人とも張り切っているけれど、本当にまともな修行になるのかしら。その技、俺にも教えてくれよ。長政殿の奥方は随分とじゃじゃ馬ですね。似た者同士ということでしょうか。お市様、よもや兵糧庫でも暴れるつもりか。確か都心家殿がおられたはず。急ぎ伝えねば。開門。悪くないわね、あの砦から嫌な視線を感じるわ。私たちの動きを気取られているような。それで掃除の作法は身についたかな。よし、この調子で頑張ろう。さっきの掃除で着物が汚れたみたい。急いで洗った方がいいかしら。ああ、戦ったら疲れちゃった。
なんだかお腹も空いてきたわね。これだ。次は洗濯と料理の作法を身につけるぞ。開門。おや、見つかってしまいましたか。仕方ありませんね。お覚悟。たちに聞いた通りだったな。ここで待ち伏せしといて正解だぜ。そこよ。見張りか。倒して兵糧を奪うしかねえな。ごめん、トシエさん。私の見立ては正しかったようです。よかったですね、長政殿。敵将、討ち取ってやったわ。ずいぶん張り切っているようね。悪くないわね。なんだか腹が減ってきた。腹ごしらえしに戻るとするか。料理につまみ食いは欠かせないよな。って、あー任せなさい。つまみすぎて米が足りねえ。よし、おにぎりできた。そう、長政様のお口に合うといいけど。はっ、はっ、はっ、やるわね、おいちさん。この出来栄えなら誰だって喜ぶわよ。みつき、大一殿を巻き込んで一体何を。やれやれ、急ぎ止めればな。これ平八郎、もっと丁寧に洗わぬか。これでは落ちる汚れも落ちぬぞ。へいへい、なんで俺がこんなこと。あ、お前ら何しに来た。分かったよ。これでは洗濯がまあまあならない。しょうがねえな、ここは譲ってやるよ。へえ、やっと解放されたぜ。洗濯のコツはこのもん、乾けはどれも同じだろう。チンと叩いてシワを伸ばしてっと。よし、うまく干せたよ。あら、やるわね、イチ。ミツキはもう少し精進が必要みたいね。どうにか穏便に事を収めねば。みんな、姫君らを丁重に連れ戻すのだ。開門。悪くない、悪くないわね。嘘、援軍なら私たちも味方を増やしてやりましょう。私たちが華麗に舞えば兵を懐柔するなんてわけないわ。
美月たちを守備よく止めるには南から回って挟み撃つのが良さそうだ。お願い、お市さんの握った美味しいおにぎりどうにか使えないかしら。妻たるもの、窮地でこそ平静を保つものよ。頑張りなさい、一。これは一体何の騒ぎだ。悪くないわね。どうやらイチラが暴れているようだ。一体なぜ。信長殿に蹴取られてしまったか。かくなる上は俺の手で始末をつければな。開門。に来てくれるなんて都合がいいや。おとなしく連れ戻されてもらおっと。任せなさい、そこよ。そうね。終わりよ。骨がないわよね。次よ次。力及ばずか。ずいぶん張り切っているようね。フルはなんだか。僕はここまでかな。悪くないわね。私天下無双になれたみたい。わけにはいかない。いざ。オイラの力、お貸しします。主、手を貸すほかねえか。
さすがだな、セナ。そなたの舞、もっと私に見せてくれ。すごい、みんなセナさんわかったよ。魅了されて。そこよ、私もこうやれば仲間さ様を。なって、くらいなさい。位置はまだ止められんのか。ならばゴンロ君、お前の出番だ。承知しました。いつも通りに姫をなだめすかしてきます。終わりよ。開門。当主の妻は強くあらねばならないわ。どんな強者にもひるまず立ち向かいましょう。骨がないわよね。次よ次。強くならねば。そこよ。ああ物足りないったら。相手ではなかったか。セナは強いな。私も負けられぬ。勝つい。ごめんなさい、邪魔をしないで。たく、おてんば姫はこれだから。仕方ない、少しばかり痛い目見てもらいます。やれやれ、姫にはかないませんな。敵将、私が倒したよ。叶う相手ではなかったか。覚悟なさい。懲らしめてあげる。骨がないわよね。次よ次。ここは引こうかあるまい。いやはや、さすがでございますな。なんとか切り抜けられたようね。よかった、これで少しは胸を張って当主の妻だって言えるかな。そこよ。みんなありがとう。いろんなことを学べた気がするよ。私たちが教えることなんてなかったわ。イチ、あなたはすでに立派よ。イチのやつ、なんだってこんなことを。わけならば後で聞けばよい。今は一路を止めるのが先だ。行くぞ。開門。分かったよ。覚悟なさい。信長様と長政さん、ついにお出ましのようね。勝利条件変更。懲らしめてあげる。長政様、修行の成果見せるからね。何の修行だか知らねえが。くらいなさい。いいぜ、かかってこい。一、そっちがその気ならやるしかねえか。きっちり反省してくれよ。好き勝手暴れおって。そこに直れ。俺が灸を据えてやる。侮っていたか。敵将、私が倒したよ。その技、俺にも教えてくれよ。逃がさない。やったな、おいちさん。
業の集大成見せつけられたな。ま、私は初めから心配なんてしてなかったけどね。胸を張って嫁ぐといいわ。一どうか幸せに。うん、みんなのおかげで自信がついたよ。本当にありがとう。お前たちの言い分はよく分かった。だが、この騒動は許容できんな。だってさ、親父、お市さんは。ならん！三月、機長や瀬名を巻き込んだのはお前だろう。少しは反省することだ。あの、ごめんなさい、兄様、長政様。私のわがままで迷惑をかけてしまって。そうだな。お前がここまでの跳ね返りだとは正直思ってなかったぜ。長政様。だがお前のその自分を高めようって意志の強さ、俺は嫌いじゃないぜ。長政様、あの、私これからも頑張るよ。頑張って長政様にふさわしい奥方になってみせるね。おう、こうなれ俺も負けてられねえ。共に精進しようぜ。一まあ実りがあったならば、こたびは目をつぶるか。